嬉しい、お知らせがありまして、壊れたところが治りましてね、厄介なところが壊れたんですけど、この車は非常によくできた車なんですけれども、この組み込みのですね、マッキントッシュのオーディオがちょっと不具合を出してまして、メカニカルな部分がうまく動作しなかったんで、こうキーを全然押せない、ガチャガチャガチャっと言うだけで、中の CD も出てこないし、でもこれせっかくね、ここに綺麗にこう収まってますから、ナビはね、ETC カードが挿入されていません。まあね、現在地を表示します。こういうね、ビルトインナビなんですよね。だからこのここもこうトリップをね、リセットする。まあここで動かすだけなんで今燃費が悪かったんですが、これから走らせるとね、どんな燃費が出るかというところなんですけども、まあ6トンエンジンの乗った、後期モデル、インテリジェントレガシーと言われている、タイプになります。STI のタワーバーが入ってたり、なかなかね、良いコンディションの車なんですけど、やっぱりちゃんと治療しないといけないところがあります。それでそれを順番に、潰しながら、ね、良いところを引き出していくということで、頑張って、育ち続けているというふうに見ていただければと思いますが、本当大事にしてあげたいなと思う車ですよね。こういう柔らかいね、ボディカラーの、柔らかいボディカラーの車ですよね。これを6気筒のね、いい味をこう引き出しながら、ちょっとね、今日は紹介しようかなと思います。まあ、いろんなところからお客様がね、見学に来てください。今も長野からね、ご見学に来られた、スバルユーザーが、ちょっとね、車の相談があるようだったんですけども、まあね、相談と言われても乗らなきゃわからないので、今そんな話をして、ちょっと動画撮らなきゃいけないんでごめんなさいと言って、ね、相談はとにかく点検させていただいて乗ってからの話で、乗らずにね、あれこれ言ってももう全然片手打ちになってしまいますので、ETC カードが挿入されていません。車はね、乗ってなんぼ。これ外部電入力になってますけどね、面白いね、外部入力で。先週ですか、先日ですか、シーズンギリギリの、ね、潮干狩りに日田道の市役に行ってきまして、これがあるからか、この中に入ってるんだ。で、これを航空便を確保するめどが立ったことから、ね、明日からウクライナ宛ての郵便のうち、来週はここ。明日もね。今のこの CD と外部入力。MD の動作は確認してません。もう MD 自体が、ね、ありませんので、CD は回復しましたが、まあ、チェックしたので、MD も動くんじゃないかなと思いますけどね。左右独立空調。この仕上げが綺麗ですよね。そもそもこの4代目レガシーが出た時に、このつまみをね、少し削り出して作ってたりね、すごく凝ったの仕組みになってたんですけど、これはね、それがさらにマイナーチェンジして、質感が上がった感じがします。
でここはあの樹脂劣化するので以前のようなソフトグリップではなくて硬質グリップに変わってます。まあ、ね、これはあのやっぱり作っていく中でいろんなあの改良点があれば当然それを導入していくんですけど、最初驚きましたよね、あのソフトグリップね、こう持った瞬間にね、この車違うなと思って、でそれはやめてあの普通の樹脂になったんですけど、やっぱりね、しつこいようで申し訳ないですが、車らしいんですよね、こういう風にね、これをね、まあいずれまたいろんなものが出てくるんでしょうけどね、楽しみにしたいと思います。まあインテリジェントモードでね、静かにまず流していこうと思うんですけど、無事募集人資格試験も終わりまして、試験っていうのはやっぱりたまにはね、大事ですよね。頭使わないとね、ボケちゃいますよね。集中して、ね、40分の試験3本連続して受けたら、なんかね、ちょっと頭がね、柔らかくなってた気がしてね、もうやっぱり、テストは真剣にやらなきゃダメだなと思いまして、それからちょっとリクトン待たせてたので家へ帰ってですね、ボール投げして、あ、今日は暑いのでやりすぎないように短時間でストレスを抜いてやって、やっぱりね、僕自身も本当に先週この昨日の休みを取る前のこの2週間っていうのはいっぱいいっぱいでしたんでね、1日も休んでなくて、その休みがないのは全然問題ないんですけども、これまでだと東京出張行って、その前後で少し休めたんですけども、例えばちょっとビジネスホテルに泊まってくるとかですね、今度はもう確実にその日に帰って、しかも前後で犬の動力性能に、ね、向上しているのに付き合うという、そういう時間が必要なので、ちょっと本当に限界値まで行ってたみたいで、まあ、そのことが、ね、リクトのメンタルにも影響してたみたいで、今日はねすっかりと落ち着いて、それとねやっぱりちょっとしたあの意思の疎通で何かとうまくいくもので落ち着いてましてね、でさっき、まあ、日常の一日のリズムをゴールデンウィーク中ちょっと溜めちゃったので、それの順番に今入力して、状態の確認をもう一回振り返ってるんですけども、面白いですよね。何をこういうことをやったっていう時にやっぱりちゃんとその傾向が出てて、今日はその例えば噛むとか飛ぶとかですね、そういうことをやった時の文字を赤く変えて、ちょっとその前後の関連付けをですね、行動とその仕草の関連付けをしたということなんですけども、まあ、実はその見直しというのはこの自動車の運転のこの見直しと一緒でこう関連付けていかなきゃいけないんですけど、まあ、例えばここスーッと今対向車来ませんね、スーッとこう滑らかにやってるんです。これ今滑らかなようなんですけど、実はちょっと片手操作になってるんですね。今左手で押す方が少し優先しておりますので、どうしてもこう少しクリック感になるステアリングさばきになってるんですけど、本当はあれぐらいの1回で曲がれるところはこう両方の手でぐーっとこう車を置きに行ってあげる、その自分の通りたいラインにこう置きに行ってあげるというのを考えないといけないということですよね。そこの先を見たこうなら、朝起きてそのリクトをこう走らせる時も投げるのが肩がこれが痛めるということだったらサイドスローでいいので、できるだけコントロールのいいラインを取って犬を通したいところへボールを落としてあげないと、犬を通らせて、要するに脇目を振らず帰ってくる、それを狙って行動しないといけないですよね。ですから、この投げるスローする時の筋肉の使い方なんかもよく考えないといけないということになるんですけども、それと一緒でここもそうです。スーッとどこへ車を置くのか、なるべく1回でスタリング切って持っていけるところへ置いてあげて、そこから加速していく、
あるいは減速するブレーキですね、そういうことを心がけると非常に、スムーズないい運転になります。この6気筒やっぱりね、低速トルクすごいですよね。今の波打ってるところ蹴っ飛ばして走りましたけど、でこの蹴っ飛ばして走れるっていうのはいいですよね。蹴っ飛ばして走れる、最高のこのエンジンフィーリングですよね。後足で今蹴って走りましたからね、素晴らしいですよね。さあここから S シャープを使ってみようと思います。この車のリードをこうグッと握った状態でですね、散歩してるような今イメージなんですけども、なんていうんですか、ちょこ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 脇目振ってうろうろするうちのリフトと違ってですね、非常にしつけがいい、こうスパッとこう入っていくんですよね。背が高い車なのにこういう乗り方ができるのは本当に素敵ですよね。これスーッと気持ちに入っていきます。まあ7万7千キロで整備もきちっとやりましたので、まだねこれからの人生が長い車ですね。この先カーブがあります。でこのシャンパンゴールドっていう色だったっけかな、まあ、どちらにしてもこれシャンパンっていうのはスバルの好きな色なんですけども、非常に柔らかくていいんですよね。そのこれのアイボリーライソンもあるんですけど、まあ、アイボリーライソンが苦手な人も結構いらっしゃって、こういうブラックのやっぱりインテリアがいいよっていうそういう人もまあいらっしゃるわけで、そういう人にとってはこのクロスのね、ちょっとこの肌触りのいい脂肪の加工のあるクロスのブラック内装で装備は非常にいいというね、こういう仕様っていうのを喜ばれる方も実際多いですね。ね、やっぱりマッキントッシュいい音しますよね。今までねこれこうやって入れるとね、ここがガチャ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 っていってね、全然なんともならなかったんですけど、直せました。だからマッキントッシュはね、やっぱりいい音するのでね、大事にしたいですよね。さあ、今結構蹴っ飛ばして元気よく走ってきましたけど、このね、山坂道は自動車の、性能をね、もろにね、つけた車で具現化できるんですけど、いくらでも。で実際ソルテラなんかでもほんと速いですからね、シューンと走っていきますから、もう一種独特のね、世界です。もうソルテラもね、もうすぐ動画をね、ここでこう走ってる動画をご紹介できるので楽しみにしててほしいんですけど、この6気筒とねどんな具合に走りが違うのかね、それをねちょっと楽しみにしててください。で、あとはねもうとにかく思考の問題ですのでね、趣味思考ですよね。このサウンドなんですよね。とにかくもうこのサウンドとそのビート、ね、鼓動、この何とも言えないこの肌触りがスバリストに刺さるんですよね。しかもまあ、国産唯一無二の存在ですので、この国産唯一無二の、まあ、頂点にいるのは SVX ですけど、
SVX の濃い味とは違うこの軽快なね、清涼感のあるこのロキトの味わいっていうのはこの BP 型にしかないものですね。まあ、前の BE という初めてのね、21世紀になって初めて あのブランニューのガソリンエンジンとしてデビューしたあのロキトン、それをですねポルシェのサプライヤーと協力し合ってですね、バリオカムを入れて、作り出したもうシュンと回る、実質フルモデルエンジンですから、フルモデルチェンジエンジンですから悪いはずがないんですね。パドル操作もできます。でこのパドルはね、WRX の GRF ほどはあのバンバンバンとはいきません、そういうタイプのパドルじゃないんですけど、手元でね、好きな時にこうエンジンブレーキを入れたりできるので、これはこの後マイナーチェンジを受けて、いわゆるこの減速する時もグリッピングコントロールがボンと入る、ターボだけだったのかロキトンもついたのかって言われると、ちょっと記憶が定かではないんですが、当然あのモデルチェンジしてるわけですから、これの後期型には、そのパドルが入ると思うんですけども、これはそういう、まあ、最終型の5速の駅とは違う穏やかなものです。これはこれでこの車の性格に合ってるので、いいと思います。この先カーブがあります、まあ、いわゆるインテリジェントレガシーになって、統合システムになって、ミッションや四駆やいわゆるその ABS だとかそういうものがちょっと連携してね、制御できるようになったあの頃の最初の作品だというふうに理解していただければいいかと思います。ですからこの前のロキトのこのアウトバックと違うところは、このインテリジェントのこの操作するノブがね、あるか、ここがあるか、この先カーブが連続します。ここのねデザインが、衣装がね、この衣装が丸いこの新しいタイプになってる、それからここにね狼スイッチがあるんですよね。そのこの頃の SI ドライブはここに狼スイッチがあって、たとえインテリジェントモードでこう走っていてもですね、手元のこのスイッチをピッと親指伸ばして押すとですね、ここにあるこの液晶の中を見ると分かるようにこう切り替わる、これ 今もねあの使われている伝統的なあのアイコンですけど、これ最初ねやっぱりスバルとしてはこれにねプライド持ってました。僕これをあのスバルのデザインセンターの中で群馬のね見せていただいたんですけど、確かこの車の PGM は増田さんがされて、後のあの、BRZ やられた方ですけどね、その時に、直属の上司が、2代目レガシーの PGM をされた土屋さんだったんですね。で土屋さんとその時初めてお目にかかってちょっと話をしたんですけど、見てくださいこれって言われたんです。 このねこのインテリジェントのこれこういう風にここに出るようにしましたってね、当時ね、土屋さん直々にね、説明を受けたんです。お元気ですかね土屋さん、あの時はねほーすげえなと思いましたよね。こんなとこに入っちゃったのみたいな、まあ、今でこそねここにもう 12.3 とか 11.6 のフル LCD がね今入ってますから、それがねあの新しいのがねいいに決まってるんですよ。やばなことは言っちゃいけなくてね、何がいいって言われたら新しいのがいいに決まってるんですよね。いいんですけどね、うん、そのこう勝ってる喜びっていうのがあって、その勝ってる喜びっていうのは新しいのが来れば新しいのを買えばいいんですけど、ずっといるとですね愛着が湧くじゃないですか。それをねこう長年見てますと、この個性のある車っていうのはやっぱり今出ている車とはかなり違うので、まあそこがね、何度も言うところですけど、スバルしか作れなかった、面白い車だなとつくづくと思いますし、おかげさまでね、うちで再三ご紹介していい状態のものを買っていただくお客さん多いんですけど、皆さんからね、喜んでいただいてますのでね、かなりねその入手が難しくなってきましたけれども、こういうね張りのある仕事をね、
つまでも続けられたらなと思います。まあそうなってくるとね、これから免許を取るねお子さんなんかもあのスバル好きになるだろうし、お父さんスバル好きだとね息子さんも絶対好きですからね。おお思い出した川崎のね、川崎のリクト君、あ、リクくん、リクくん、リクト君はうちのワンちゃんでしたね。リクくん元気ですか、リクくん。ねえ、リクくんね、早くねスバル乗れるようになるといいですよね。ね、今度また遊びに来てくれるときはね、リクトを、ね待たせておきますからね。ぜひねまた来てくださいね。この今この辿ってるコースは水遊びもできるのでね、まあ、こういうところで。ちょっとね中津川の清流も楽しまれるといいと思います。それと僕もせっかくこんなに近くにねこう実はここ河原がね非常に穏やかなので陸斗が意外に水を怖がらないので